皆さんこんにちは、ケンです。まみです。今日ははいどこを走るんですか？今日は岐阜県の関市に来てます。ここからですね、今から長良川の、道沿いを走りまして、だいたい70キロぐらいライドしていこうと思います。岐阜県走るのは初です。そうですね、はい。あと珍しい、ケンマミでは珍しいグループライド、はい、グループライドです、ね、今日ははい、また動画でも登場しますけど、このアルゴン AT の持ち主の若者、うん、おいくつですか？23歳、若いと、あと僕よりちょっと上の方、うん、30代前半の方とライドしていきたいと思います。他にも、まあ、岐阜県の見どころ、まあ、観光スポットをちょっと行こうかなと思ってますので、お楽しみにしてください。暑いっす、うん、暑いっすよ、今日はなんかあった天気めっちゃ厚着してる、今日4枚ぐらい来てる。もう4枚来てますよ。カフェサイクルスタンド、そうなのね。大丈夫かな、めっちゃ揺れる真ん中危ない。え、私どこやったの？一番端っこ行った。じゃあカオハメ画期的やんね。蜂の穴のところにカオハメするっていう。じゃあちょっと行けに。じゃあ僕も上に出てくれ。かわいい。シュールすぎる。シュール撮ってますよ。あ、撮ってますよ。ここちょっと稼働中、ずっと稼働中でしたよ。案内の人したらいいんだ。私やばい、キノコ減ってるし。キノコ減った。あ、うま。しいたけ。うま。うまいっすね。しいたけ茶初めて飲みました。おいしい。こんなん売ってるの。茶碗蒸しうまそうですね、これ。うん。お、
なんかいきなりいろんなので神社とか。すごい映えちょっと、ね。風情ある？うん。何でか見た。手作りプリント体験。お邪魔しまーす。GoPro 手に持ってる。ではじゃあちょっと組み合わせの説明等々していきますので、あの皆さんあの悩みますのでね、楽しく悩んでもらってかなと思います。まずですね、今日皆さんにはあのシルクスクリーン印刷っていう印刷の技術をあの体験してもらいながら、まあ、手ぬぐいかあとねトートバッグと、あとまあ紹介までにこういう子ども用のエプロンと3種類から選べます。であのエプロンに関しては、まあ、これ4、5、6歳サイズなので、子どもたちがやるか、まあ、大人の方がプレゼントで作ったりということなので、まあ、一般的には手ぬぐいからトートバッグか選んでもらう方がほとんどなので、まあ、どれがいいかまた後でお聞きしますね。あの手ぬぐいの方がねちょっとこう長さがある分やれることが多いので、手ぬぐいの説明してからトートバッグ補足していきます。でまずですね、シルクスクリーン印刷なんですけれど、学校とかでやったことある方っていらっしゃいます？皆さん、はい、あそうですね、 T シャツとか作りました。そうあのすごくねポピュラーなものだと、まあ、布物が割と多く使われるんですけど、 T シャツのプリントとかお店ののれんとかもそうだし、あの神社ののぼりなんかもシルクスクリーンで作られます。でお店の点灯幕、うちにもあの緑色の幕がありますけど、あれも緑に印刷をしてるので、あれもシルクスクリーン印刷でプリントされてるので、まあ、布にはよく使われるんだけれども、まあ、布だけじゃなくて、まあ、ちょっと余談なんですけど工業部品にも使われるので、こういうねリモコンの文字の部分、こういうのもシルクスクリーン印刷でプリントされてるし、こういう時計の文字盤だったりとか、こういう和紙とかなんかにも印刷ができますので、あの水と空気以外は何でも印刷できるって言われてる技術なんですね。で、そう、それがね郡上市から実は始まって全国にあの広がっていった印刷の歴史があるので、あの郡上市って食品サンプルの発祥地ですごく有名なんですけれど、あの実は同じぐらい盛んな産業の一つにあのなってますので、まあ、そんな固い話じゃないんですけれど、ちょっと皆さんにはそれを体験してもらいながら、まあ、こうやっていろんなものにできるんですけれど、まあ、なんで手ぬぐいの体験にしているかというと、夏のあの郡上踊りはご存知です。はい。知らないですか？聞いた。あ、聞きました。どこから見てるんですか？結構遠方ですか？私出身福井県です。あ、そっか。うん、あ、そっか。福井。あ、そう。そんな遠くないですね。でも知らないですね。時は知らないですよね。あの郡上は夏の7月から7月から9月までね、延べ31日間あの盆踊りがあって、そのお盆の4日間が徹夜踊りって言って、うん、朝まで踊る。あの4日続くんですけど、すごい人が夏は。え、こんなに？そうそう、これは旧庁舎記念館前が会場の想像以上やった。そうそうそう、普通の時もね歩けないんですよ全然。だからあの踊りの真ん中から歩くっていうね、それぐらい。そう、徹夜の時はね。でも31日間あるから、すごい我がちっちゃい日もあったりとか、もうこんな日もあったりとかするので、そう、日本三大盆踊りなのですごい人が。でその郡上踊りっていうのが、こういうね踊り下駄を履いて、まあ、浴衣を着たら浴衣の襟にこう手ぬぐいを添えて、男の子は首にかけて、女の子を帯に留めていくっていうスタイルがあって、あの浴衣を着なくてもね下駄と手ぬぐいは持っていくので、じゃあ皆さんも前手ぬぐい作ってもらって、それ持って踊りに来てねということで、あの手ぬぐいの体験にしてます。でもこれね洗濯機でも洗えるし、温泉にも持っていけるので、まあ日常に使いやすいものね作ってもらったりするといいかなと思います。でそれをね柄を組み合わせて作っていきます。1番から40番までの柄を組み合わせるんですけれど、これね季節で柄を変えてますので、まあ大体約2ヶ月ごとずつで、秋冬は3ヶ月ごとずつ変えていきますので、ね、年々5回変わってきます。で今は冬の時期になってますので、ちょっとこう冬のあのモチーフをね、冬を意識したモチーフになってますので、あのこういう今年の干支のねものがあったりとか、あのこれはもう終わっちゃったけど大掃除の柄があったりとか、あのこの季節に郡上八幡に来たよと思い出になるように、あのこまめに柄を変えてます。で前来てもらった時は秋ですね。秋ですね、紅葉の時期ですね。そう、紅葉の今は冬です。
で、いろんなサイズの柄がありますけれども、柄の大きさはね全然関係なくって、使う柄の数で値段が変わります。どのサイズでもまず1つ選ぶっていうのがスタートの1000円になります。で、それにプラス500円で柄を増やしていくので、この中全部から柄を2つ選んで作ると1500円、3つ選ぶと2000円に増やせるので、まあ上限はないんですけれど、2つ3つ組み合わせてもらうだけで結構可愛く仕上がっていきます。28番から40番までのこの細長い柄は、これをね横に倒しては使えないんですけど、このままの方向で6回プリントすると手ぬぐいがこうやってね総柄になるようにできてます。これ36番の柄になります。この一つ分がこの一つ分になってるので、それを 1,2,3,4,5,6 ってプリントするとつながるので、これ柄が一つ、まあ、色が一つの基本の1000円でできる一番簡単な体型になります。で、これに柄を増やしていくとちょっと自由度が上がってくるんですね。例えば2つ選んでもらうと、2つの柄はこうやって柄を交互に入れていくこともできるし、まあ、6分割あるので6分割中のこう2つだけ柄を変えるっていうこともできるし、また後で色の説明しますけど、薄い色の上に濃い色が重ねられるので、こうやって上から重ねていくっていうこともできます。でも使ってる柄の数はどれも2つしか使ってないので、これどれでも1500円でできるので、2つ使ってるだけでも結構組み合わせのね幅はいろいろと広がります。で、同じ柄を色違いにするということもできます、こんな風に。で、この場合もね、こうやって柄を増やしていくのも、色を変えるっていうのも、やる手間とね、やる工程は全く一緒なので、これも柄2つ分だよっていう1500円と同じになるので、この辺は全部値段が同じ組み合わせになります。これちょっと基本の組み合わせになります。で、今度24番から27番までのこの大きな柄は、細長い柄の2つ分の大きさなので3回で手ぬぐいが埋まります。で、24番はねこの辺の近所にある実在のお店を書いてるので、うちのお店があったりとか、あの旧庁舎記念館観光案内所があったりとか、それを3つ並べてもらうと郡上の通りができて、踊りもまた3つ入れてもらうと郡上踊り柄っていうちょっとご当地手ぬぐいみたいなね、そんなのもできるし、もちろん細長い柄とも組み合わせはできるので、こんな風に両端を川に見立ててもらって真ん中に町を入れるってこともできるので、まあ、サイズは違っても組み合わせは自由にやれます。で、このね小さい柄第1番から23番まであるんですけど、これもっと自由度が高いので、自分の好きな位置好きな角度にこう360度どの方向でも置けます。で、柄がちっちゃいので1つにつき8回まで入れれるので、これ今3つ使ってるので体験の値段は2000円なんですけど、人力車はここに8個入れてもらっても3個でも1個でも柄3つ分の2000円なので、ちょっと自由度が上がります。そうなので、そんなのを駆使するとこうやって水路を作る、そこに鯉を散らしていく。でも使ってる柄は2つなので1500円だけれども、鯉の数は8回まで入れていけるので、ちょっと自由度が上がる分難しくはなるんですけれど、よりオリジナルなねデザインになっていきます。で、最後にやっぱりこう自分の名前を入れたいって方が多かったので、自分の名前の頭文字をね楽観風にプリントできるように文字を用意してます。なので、こうやって右下にポンでもいいし、こうやって踊り子ちゃんに持たせてもらってもいいし、好きな色で好きな角度でお名前も入れれるので、郡上の風とかをね入れたりしてるんですけど、とで、まあ、あの名前を入れるっていうことにねすごくあの好みがありますので、ここだけオプションにしてますので、1文字1箇所で200円にしてるので、まあ、2文字3文字入れなくても、まあ、四角で囲って印鑑風なので1つポンって入れてもらうだけで結構ね仕上がりますのでね、そんな風に最後ね入れてもらったりもできます。これまあ最後の最後でどうするか決めてもらって全然いいので、こんな風に名前も入れれます。練習します、はい、このねスキージっていう道具でインクをすり込んで色をつけていくので、ちょっと見ててもらって両手で持ちますね。で、45度ぐらい傾けます。で、ここにインクが乗るので、それを少し押さえつけながらすり込む、いらないインクを切る。で、また上に行って2回目、2
回終わったら前に倒して手を離します。2回ずついきます。でこの角で書くイメージなのであんまり倒しすぎない45度ぐらいをキープってことと、あとここがゴムになっているのでこれがぐにゃーってしなるほど震えるほど力は入れなくても大丈夫なのでちょっとやってみましょうか。ここ持ってもらって傾ける、ちょっと押さえながらする、いらないインクをトントン切ります。でまた上に行って2回目、2回終わったら前に倒して手を離します。そうですそうです、バッチリです。でまず赤茶色でいきますね。でちょっと押さえつけながらする、おインクをトントン切ります。ちょっともう一回インク持ってきますね。で2回目、グー、そうです、2回終わったら倒します。そうそうそう、そうすると目玉にいいですね。先にこっちやってから真ん中行きますね。もうちょっと握って両手で持ってグーッとすり込む、そうです。でインクを落としてもらって、でもう一回行きます。はい、目そう蹴って倒します。そうです、そうです、うん、いいですね。でここに、はい、ドラマにするようにこうやってきました。はい、うまく言えた。じゃあこれをねドライヤーの熱で色を定着させます。ここ触らないように結構近づけてもらっていいので、振りすぎないようにじんわりじんわり色を染めていきます。電車飛んでる。ああ、わかんねえな、これ星の方がいいか。電車がいいと思う。電車にしよう。そう、なんか冬の郡上八幡に来ましたっていう感じの、そう冬のね、で長良川鉄道をちょっと空に飛ばしましたとかのが、その方がね、うん、はい、わかります。視聴者的にはわかります。三幕空に飛ばした。視聴者的には、うん、なるほど。あ、郡上これ。あ、できなくてどうぞ入れてください。そこに合わせますので。どうしたの？素敵。ケンマミで出ます。出るんですね。あ、2人セットなんだ。そうですね。やっぱ女の子も検索してみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。三種のキノコとチーズ、うん、めっちゃ美味しい。
い、帰ってきました。どうでした今日？ちょうどいい80キロ、うん、アップダウンが結構あって、うん、走りがありましたね。けどギリアウターで登れるぐらいの、あ、そうそう、インナー封じでもいけるね、いけそうなぐらいの坂で、で乳酸溜まってきたな辛いっていう時に下りが来てくれるからすごい走りやすかった。そうそうそう、うん、まあで帰りはもう飛ばしまくって、うん、息が22ぐらい巡航で、帰りは30キロ巡航ぐらい。行きは景色を楽しみながら、帰りは暗闇と戦いながら、うん、落ちる前に、うん、でもすっごい走りやすいコースで、あと途中で体験した手拭いとカフェとは最高でしたね、うんうん、すごい良かった。今日のコース、ご視聴ありがとうございました。あ、めっちゃいいねする。キモスイ。これもまあこれ奈良漬けじゃない。奈良漬け。こちらがお好みで山椒です。すごい。すごい。タワーだ、タワー。迫力がやばい。これは上がった。金金。こちらも上段部で大盛りです。ゆっくりどうぞお願いします。迫力やばくない？やばいやばい。これ。やば。2つ行ってない。やば。お前2つ行ってないやん。盛りすぎて。辻屋さんです。じゃあ食べましょう食べましょう、パリパリのうちに。いただきます。パリパリ、うまい。うん、これうなぎ好きになるわ。めっちゃ柔らかいですね。ふわふわ、パリパリ、ふわふわ。じゃあ僕もいただきます。サクサク、なんかふわってしてて、めっちゃうまいです。ごちそうさまでした。完食。